はい、こんにちは。久しぶりの動画撮影なんですけども、さあ、うまくいきますかね。今日は2016年2月の6日ですか。私はですね、オーガニックハム百姓農園という、千葉県成田市で畑やってるわけですけども、ちょっとね、今日はジャガイモを今植えてまして、ちょっと一分しながら動画撮影をして、今日はですね、ジャガイモの植え付けを簡単にやろうかと思ってるんですけども、時刻はもう4時でしてね、5時までにやらないといけないので、残り最後1本なんですけども、ちょっともうヘロヘロでして、朝1万ぐらいやっててね、あちら側がジャガイモ今やってる畑ですね。こちら右側が今出荷してる大根畑なんですけども、ずっとこう出荷してきて、ちなみにこれが今ビタミン大根ですね。もう終わりがけですね。寒くなってきて、上から寒さでやられてるんですけどね、今ね、うちのカフェの百姓図カフェでもやってるんですけど、あの天ぷら出してますけどね、だいぶもう痛みが入ってきてますね。これをね、輪切りでこうやってやって天ぷらにすると美味しいですよね。ちょっと酢が入ってきてますね。ここの畑はですね、私の畑は全部で8ヘクタールあるんですけども、あそことこことで大体3単ぐらいですかね。ここ1箇所でこうこう、あとこのそこのトンネルからそっち側が観光の人の人参なんですけど、私の畑がこっからずーっと来て、あの一番奥までですね、そこ1枚で8ターンぐらいですね。あ、こことこうと合わせて全部で1ヘクタールちょっとぐらい、もうちょっとあるんですけどもね、まあこれ全体の私の8分の1なんですけども。さあ、ということでじゃがいも入りますか。今日はとりあえずこれで1、2、これ1袋で10キロですからね、まだ50キロぐらいですね。全部で200キロちょっとやらなきゃいけないんで、当ですね、ちょっとね、ヘロヘロになってました。手袋をして今からやります。ね、今日2月の6日、2016年2月の6日、この時期に畑にいる人はほとんどこういないわけですね。静かなものです。すでに我が農園はですね、農繁期に入ってまして、じゃがいもですね、当夜ちょっとヘロヘロで、よいしょ。この管理機、基本的にはまあじゃがいもの作付けね、いろんなやり方がありまして、今日朝から一番でずっとこうやってきて、まあここまで来てるんですけども、まだあとこんだけありますからね。私の場合は昔と同じやり方ですね。この管理機1個で基本的にやってます。手作業ですから、どうしたってね、効率悪いですけどもね。北海道なんかの大規模なところはね、こんなせこせこしたやり方しませんね。もう乗用のトラクターかなんかでガーンってやるわけですけど、ということでやってみましょうと。ね、この枝が一つポイントなんですね。これはまあ皆さんどうやってやるか知らないですけど、私はこうやってやってるというね。で、数をまあ数えなきゃいけないんですけども、ね、まあ撮影しながらなんで1、2、3って数えてもしょうがないんで、さあ行きましょう。だいたい株間、まあ物によりもよるんですけどもね、株間30センチちょっと前後で、まあこれはちょっと広げたい、株間を広げたい品種の投与なんで、ね、ちょっと広めに行くんですけどね、こうやってよいしょ、足を交互に出してうまく撮影できてればいいんですけども、よいしょ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 、はあ、よいしょ、はあ、中腰になってね、こうやってよいしょ、はあ、よいしょよいしょ、はあ、もう朝からやっててね、ちょっともう足がつりそうなんですよね。よいしょよいしょ、はあ、振り返るとこんな感じになってるの見えますかね。それでこの釜のところにこの棒を刺していくんですね。よいしょ。これ後で土を捨てくときにこの棒が大事になります。
っともう朝一番はね元気なんでね、それこそトップスピードやるんですけど、もうちょっと今はねヘロヘロでございまして、足がつりそうなんでね、じゃがいもね植え付けの際にはね、このね、このちょっと芽が出てるんですけどね、この向きとかいろいろ本当はあるわけですけどもね、家庭菜園とかそういう本とか読むといろいろ書いてあるわけですが、まさかね我々とか北海道の大規模のところをね、じゃがいものこんな向きなんか気にしてるわけはありませんので一株からたくさん欲しいねというところは気にするんでしょうが、ね、そんなことはいちいち気にしちゃいられません。管理器でこうやって、まあ、水をねまっすぐ切ってあるわけですけども、あんまり進んでないな。このあとねこの上に管理器で土を寄せていって最後にマルチを張ると、そうするとこういう風になるわけですね。まあもうちょっとね効率のいいやり方があるとは思うんですが、なんとなくこれ昔ながらのやり方で私はこうやってるわけですが、私も昨年50歳になりましたね。もうこんなやり方はねおそらくあとやれても数年ですね。まあ別のやり方もねあるのでそれだと楽なんですけども、よいしょ、動画撮影ね、こう撮影するのはまあこう簡単なんですけども、簡単っちゃあれですけど、アップするのはね結構 YouTube とか難しいんですね。私のようなね百姓はなかなかその辺がね今日の夜やるわけですが、足けて、私あの膝にバグナー抱えてましてね、まあ百姓やってると両膝が大体ダメなんですけど、見てる人はもっと早く動きよって思うと思うんですけどね、朝からやってるとそんなに早く動きねえぜっていう話なんですが、もうちょっとですね先が見えてきましたね。だいたいワンベッド 50メートルないかな、ここは。よいしょよいしょよいしょ、はい、おしまいね、端っこまで来ました。今日まだねなんとか3分の1終わってないですね。まだこんだけあるのでね、今から土寄せをします。あ、違った、これを持ってかなきゃいけないんだ。風が冷たいね。来週そういえばね、我が農園の直営カフェの百姓カフェでね講演会と、僕の2年にわたるドキュメントフィルムが上映があって講演がありますんでね、よろしければ来ていただきたいと思うんですけどもね、もうちょっとあの席がありますんでね来てほしいわけですが、さてと今から
管理器を動かします。フルパワーで土を寄せるわけですね。片側ずつこうやって土を寄せていきます。ゴー。管理機ね、声がよく取れてもいいですよ。管理機ね、これをこうグーッと押していかないとね、こういう風に土が捨てるわけですけどね。ちょっとね、ここの畑ね、まだね、ちょっと土が粘土上で硬いんでね、結構な力で押さないと、うまく土がかぶりませんね。こんな感じでこうもうちょっと寄せたいんですね。今度反対側からこうやって寄せていきます。ね、機械はね勝手に走ってくれないんでね、かなり強い力を押さないといけないんで、ね、これがまた面倒なんですわ。この先ほどやったところのね、この枝を中心にこうやって寄せていくわけです。腕が痛い。今度反対側ですね。反転するのがちょっとね面倒なんですが、はい、しょ。さあ、反対側です。こういう感じでこう台形状になるようにね、うまく土をしていくわけです。まあいろんなやり方あるんですけども、私の場合は分かった、これは、高畝黒マルチ一発というやり方でした、
いや体力ないね。もうちょい、もうちょいあそこまでですね。なんとか行きましたね。4時半、5時になったら暗くなるんだね。この後マルチを張るんですけど、ちょっともうめんどくさいんです。一応撮影はここで終わりにしようかと思います。うまく撮れてればいいですけどね。ということで、ジャガイモをやっている百姓農園の一日でございました。それではまた。